して青森秋田の民謡と合わせて11の民謡を歌ってみました。この後は、ご当地の高崎をやりました。ほらお客様がいっぱいいるでしょ。小さいご意見と皆様が見えます。お店の外交員、そして一般団体6月の日が中央の方が元気な声だから、ほらね、お客様の方は本日までとお出しておきますので、皆様ごゆっくり楽しみでお付き合いいただければと思います。さて、この子どもたちの鬼剣舞は八年間地域に伝承されるございますけれども、今ちょっと準備の22名の皆さんのご登場でございます。大きな拍手でどうぞお迎えくださいませ。Thank you.
最後のお膝をついてお辞儀をするところもまできちんとできました。ありがとうございます。お声も返事も返ってきました。それでは大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。愛さり保育園の皆さんです。Thank you.
Thank you.
リズムを取って踊ることができる、そんな様子に私は思っております。